これからの未来のために何が必要か、どういうものを取っていったらいいかっていうことはなんか親切に教えてくれるので、なんかぜひ皆さん体験していただきたい。一番を飲ませていただきまして、3個でいいんだっていうところも手軽だなと思ったことなんですが、なんか飲み続けたら何かいいことが起こるんではないかっていう、共感しかなかった。なんか巡るとか整えるとか守るとかね、あるんで、なんかすごくなんかどれも引きつけられる言葉、私には必要って思います。顆粒のものも初めて見たけど、入れた瞬間すごい綺麗な色で、あ、ちょっと美味しそうと思い口に運んだんですが、さっぱりしてて美味しかったです。すごく美味しくて、ちょっとなんか赤ワインみたいな感じでしたね。美味しいからこの量あっていいなって、もっと飲んでもいいかなと思うぐらい。私結構朝晩って大事にしていて、朝晩ってこの分けるルーティンの、これは習慣的に飲みやすいかなって。やっぱ美しいを育てるって、いくらお外は化粧とかでもね、何でもできますけど、やっぱ内面から体調がいい、気持ちがいいっていう、やっぱり中から出てくるもので、美しさって決まるなって思います。